ただきありがとうございます。そしてゴールデンウィークという中ですね、皆さんから時間を選んで遊びに来ていただいて本当にありがとうございます。新年度始まりまして、最初の定期演舞と終わりました。新年度からですね、事前予約ですとか、あとは、定員というものをですね、外して、10人になれるようにしましたので、またですね、今年度の方も定期演舞皆さんよろしくお願いいたします。そして、YouTube の方でもライブ配信、継続していきますので、続きまた配信の方で、ね、楽しまれている皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今年度トップバッターのですね、定期演舞は、はるばる糸満市よりお越しいただきました。糸満市の幕府未成年会の皆さんです。どうぞ入場ください。竹富エイサーはですね、1986年竹富公民館学生式を祝うために、当時の青年会会長が職場の同僚から指導を受けたのが始まりだそうです。翌年からは旧暦の2月15日に演舞を行うようになりました。演舞の特徴としては、大きな兵士消費された方にスピード感あふれる動きが特徴です。コロナという状況ですね、この中で活動を休止しておりましたが、今年の4月23日、先週ですね、復活公演をしたばかりです。拍手ありがとうございます。また今年から、ね、活動を、盛んに行っていくということですので、皆さん竹富青年会の方をどうぞよろしくお願いいたします。で、エクサー会館の定期演舞にも初登場ということで、せっかくですので会長の方から何か一言ありましたらよろしいでしょうか。はい、今日関係者の方もいっぱい来てるかもしれないですね。皆さんこんにちは、竹富青年会です。自分たちは先週日曜日復活公演会を行い、これからどんどん竹富青年会を広げていき、沖縄を盛り上げていきたいと思います。またS インスタの方もやってるので、日々練習の活動が見られるので、ぜひインスタの方を見てください。今日はよろしくお願いします。竹富青年会インスタもあるということですので、応援していただければなと思います。それでは、新年度最初の演舞ですね、糸満市よりお越しいただきました竹富青年会です。どうぞ。